万国著作権条約の著作権表示に必要なコピーライト記号著作権表示は著作物の複製物につける著作権者や著作物の発行年等に関する表示である。著作者が著作権を取得するため著作物の創作のほか何らかの手続き等が必要な方域においては著作権表示は重要な意味があるが現在はほぼ全ての方域で著作権は 著作物の創作とともに発生するので、重要性は失われている。著作権の発生要件については、方式主義と無方式主義の二つの方制が存在する。18世紀から19世紀にかけて著作権を法律で保護する国が増えたものの、19世紀半ばになっても著作権の保護の法律を持たない国もあり、 イギリスやフランスなどの作家の書いた作品が複製による被害を被っていた。各国は相互主義のもと互いに相手方国民の著作権を保護する二国間条約を締結して解決を図ろうとした。しかし、二国間条約では定約国以外には効力が及ばず、各国は法律で登録などの著作権保護要件を定めていた。 ため現実に著作権を取得することは難しく、実効性に乏しいものだった。そこで、スイス政府などの主導のもと1886年にベルヌ条約が締結された。ベルヌ条約の適用については1908年のベルリンでの改正条約によって、無法式主義が採用された。ベルヌ条約は内国民待遇を定めているため、加盟国は他の加盟国の著作物も、 自国の著作物同様に無方式主義で保護しなければならない。一方、アメリカ合衆国や中南米諸国などのいくつかの国は方式主義を取り、ブエノスアイレス条約を締結して加盟国間で方式主義による著作権の保護を行っていた。こうして著作権の国際的な保護について世界に二つの 人営が並立し国際的な著作権の保護に支障をきたしていた。そこで1952年に万国著作権条約が締結され、無方式主義を取る国における著作物が方式主義を取る国でも著作権保護を得ることができるよう、氏名と最初の発行年、コピーライトのマークの3つを著作権表示として明示すれば自動的に著作権の保護を受けることができるとした。 万国著作権条約3条1項により、加盟国間ならば、無方式主義国で作られた著作物は、方式主義国内では著作権表示が方式とみなされ、著作権表示があれば保護されるようになった。また、万国著作権条約は内国民待遇を定めているので、方式主義国で作られた著作物が無方式主義国で保護を受けるには、著作権表示は、 必要なく、加盟国間ならば、自国の著作物同様に、無方式主義に基づき保護されることとなった。なお、ベルヌ条約と、バンコク著作権条約の双方に加盟している。場合には、バンコク著作権条約17条により、ベルヌ条約が優先する。1979年に、アメリカ合衆国が、ベルヌ条約に加盟した後、 グアテマラなどの中南米諸国も次々とベルヌ条約に加盟するなどを各国で無方式主義への転換が進んだ。2019年時点ではベルヌ条約を締結せず万国著作権条約のみを締結している国はカンボジアだけとなっている。ただしカンボジアは2004年に WTOO に加盟しており知的所有権の貿易関連の側面に関する 協定9条1項の規定により、無法式主義を定めたベルヌ条約5条の遵守義務を負っており、実質的に無法式主義に移行している。万国著作権条約では3条1項に著作権表示に関する規定があり、その内容は1952年条約、1971年改正条約とも同一である。万国著作権条約に基づく、 著作権表示には、次の三つの表示が必要である。順序は定められておらず、この順序でなくてもいい。慣習的に、コピーライトを最初に書くことが多いが、氏名と年の順序は様々である。使用する文字や記念法も特に定められていないが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通である。コピーライト記号ベルヌ条約加盟前の、 アメリカ合衆国の国内法ではコピーライト以外にコピーライトやコープアも認められていた。ただし国際的に通用することが万国著作権条約で保障されているのはコピーライトのみである。コンピュータやタイプライターの文書では文字として登録されていない場合があるので監修的にいやも使われる。著作権者の指名著作者ではなく 著作権者の氏名を表示する。つまり、著作者が著作権を譲渡売却等した場合は、譲渡等された者の,の氏名を表示する。氏名は周知の変名でも構わない。ただし、周知でない変名は認められない。複数の著作権者がいる場合は、すべての名を書く。法的にはどんな順序でもいいが、慣習的に二次著作物に、 原作者と二次著作物の作者を表示する場合は、原作者を先に書く。最初の発行の年複数のバージョンがある著作物は、最初のバージョンの最初の発行年を表示する。例えば、1990年に最初のバージョンを発行し、2000年に改定したバージョンにつける著作権表示では、1990となる。これ以外を表示してはいけないということはないので、 1990から2000は問題ないが2000だけでは間違いである。ベルヌ条約加盟国著作権表示は国内での著作権保護に対しては本国が方式主義か無方式主義か相手国が方式主義か無方式主義かにかかわらず不要である。必要なのは万国著作権条約に加盟している無方式主義国の著作物が 方式主義の国で著作権保護を受けたい場合である。かつてはアメリカ合衆国や一部の中南米諸国が方式主義の万国著作権条約加盟国であり、著作権表示はそれらの国で著作権保護を受けるために必要であった。しかし、アメリカは1988年10月31日に著作権法を改正して無方式主義に切り替え、 1989年3月1日に改正が発行し、同日にベルヌ条約に加盟した。中南米諸国も間もなく、それに習った。その後は、方式主義のサウジアラビアが1994年7月13日に万国著作権条約に加盟したが、2004年3月11日にはベルヌ条約にも加盟した。現在では、ほとんどの国は、 ベルヌ条約加盟国である。わずかな非加盟国もほとんどは、そもそも万国著作権条約にも加盟しておらず、著作権表示は意味がない。なお、双方に非加盟の国として、台湾が有名だが、TRIPS 協定加盟国なので、ベルヌ条約相当の条約義務を負っている。万国著作権条約に定める著作権表示が、著作権の発生要件として、 有効な国があるとすれば、2017年現在、ベルヌ条約に非加盟で、万国著作権条約のみを締結している国は、カンボジアだけとなっている。しかし、カンボジアもベルヌ条約自体は締結していないものの2004年の WTO 加盟により TRIPS 協定9条1項の適用を受けることとなり、ベルヌ条約の1条から21条の条項を及び、 付属書の遵守義義務を負ったため実質的に無法式主義に無主転換している以上のように著作権の発生要件として、無法式主義が一般化したため、著作権表示は、本来の目的とは異なる、次のような副次的目的が主となっている。もちろん、著作権表示は著作権という財産権の帰属主体を示しているので、必要がないからといって、 事実と異なる表示をすると違法行為となる可能性がある。著作権表示は条約上の著作権の発生要件とは別に国内法上一定の効果を生じる場合がある。例えばアメリカの1988年の改正著作権法は善意の侵害者の法理を定める。善意の侵害者とは著作権の存在を知らずパブリックドメインと信じたものは 損害賠償責任を免れるという法理である。しかし、著作権表示が著作物に明確に表示されていれば、原則として善意の侵害の法理が適用される場合には当たらないとされている。通常著作権表示と言われるのは、万国著作権条約で定められたコピーライト表示だが、他の著作権表示や類似の表示もある。なお、は、その直前の語が 登録商標であることを示す表示で、著作権とは無関係である。表示は、許諾を得ない、レコードの複製からのレコード制作者の保護に関する、条約第5条で定められている、原版権による保護を受けるための表示である。P は、レコードを意味するホノグラムの頭文字。なお、レコードには、CD、カセットなどの、あらゆる音楽用メディアが含まれる。原版権とは、 著作権法上の用語では、著作隣接権のうちのレコード制作者の権利であり、いわゆるマスター音源の制作者が有する権利である。著作権とは異なる内容の権利であるが、日本では著作権法の中でその権利内容が否定されている。コピーライト同様、無方式主義国のレコードが、方式主義国で保護を受けるための表示である。ただし、 原版権についても現在ではほとんどの国が無方式主義である。記号と最初の発行年をレコードまたはその容器放送に表示する。コピーライト表示と違い、レコードまたはその容器放送の表示から原版権者が明らかなときは表示自体に名前は必要ない。著作権者と原版権者が同一である場合にはコピーライトとまとめて表示することもある。 しばしば著作権表示に書かれるオールライツリザーベドは著作権の保護を受けるための著作権表示ではあるが万国著作権条約とは無関係である。1910年にアメリカ合衆国など方式主義諸国が上院したブエノスアイレス条約第3条でと定められていたことによる。この表示によりブエノスアイレス条約加盟国間で著作権が保護される。 そのため、アメリカのようなバンコク著作権条約加盟国かつ、ブエノスアイレス条約加盟国では、コピーライト、権利者名発行年オールライツリザーベドなどという、著作権表示がされる。これにより、バンコク著作権条約加盟国とブエノスアイレス条約加盟国の双方で著作権の保護が受けられる。ただし現在では、ブエノスアイレス条約加盟国もべて、 ベルヌ条約に加盟しており、無法式主義により一切の著作権表示なしで、著作権が保護される。したがって、オールライツリザーベドは、現在では、意味がない。もちろん、日本など、ブエノスアイレス条約の非加盟国の著作物には、過去、現在とも意味がない。日本の判権法補助で定められていた表記。判権法では、判権について、保護を受けるためには、 内務省に対する登録とともに、出版する複製物に、判権所有の文字を記載する必要があった。旧著作権法により、著作権の発生要件に関して、無方式主義に移行したため、この表記の意味は失われた。AB 安藤和弘2018、P171 安藤和弘2018、P170 安藤和弘2018、 p169、半田正マモンタに投了と5989、p300、半田正マモンタに投了と5989、p300 から301、半田正マモンタに投了と5989、p301、半田正マモンタに投了と5989、p302、abcdef& 和弘2018、 p172 安藤和弘2018 p173 abc 安藤和弘2018 p174 ワイポアドミニスタードトリーティーズワイポボディーズアセンブリー大阪高等裁判所判決2007年10月2日平成19713著作権に基づく差し止め請求権不存在確認請求控訴事件同付帯控訴事件 AB 文化庁、著作権法入門2015から2016、著作権情報センター、2015年10月、72ページ。ISBN 978から4から885260810。許諾を得ない、レコードの複製からのレコード制作者の保護に関する、条約ブエノスワイレス条約原文。ありがとうございます。